6月26日、川崎市中原区で街歩きボランティアガイド養成講座が開かれました。座学と街歩きを通して中原区の魅力や歴史を学べるとともに、街の案内人を務めるボランティアガイドの育成も行っているこちらの講座。今回は前の週に行われた二課寮用水についての座学をもとに街歩きが行われました。ボランティアガイドを目指す参加者たちが中原区を流れる川崎堀やその周辺などを実際に歩いて見学することで知識を深めました。今残っている皆さんが二課寮用水って認識されているのはこの前にある川崎堀なんですね。今水流れてるのはここだけなんですよ。でその川崎堀の中でも堰を作ってですね、もっと他の いろんな農地に水を行き渡らせるために堀を作ってます。枝堀ですよね。それの堀の跡を歩きました今日は。ここも用水路だったの、ここも用水路だったのっていうことがただの道なんですけど、それあるんですよね。でなんかここだけなんか変に隙間があるわみたいな、間のようなそういうところも用水路だった、用水路がいっぱいあるよっていうのをこれもかこれもかっていう感じで見つけていただくといいんじゃないかなと思います。